チャーチアベニュー駅は、ブルックリンク・ケンジントンにある、ニューヨーク市地下鉄 IND、カルバー線の急行停車駅である。チャーチアベニュー、マクドナルドアベニュー交差点付近にあり、終日 f 系統と g 系統が停車する。g 系統は、当駅が終点である。チャーチアベニュー駅は、島式ホーム2面4線の地下駅で、1933年10月7日に、開業した。 中央を走る2本の急行線は営業運転では使われていない。ホーム壁面には水平にトスカーナレッドで縁取りしたマルーンの帯が引かれ、黒地に白でチャーチとレタリングした小さな駅名標が帯の下に配されている。このタイル作りの帯はタイル2つ分の高さで引かれているが、これは通常は観光船の駅で見られる形式である。ホームには ハンターグリーンの柱が建てられ、ニューヨーク市地下鉄で標準的な黒字に白でレタリングした駅名標が取り付けられている。駅の南側に4線のチャーチアベニュー車庫が隣接しており、g 系統の列車の留置及び折り返しに使われている。車庫への引っ込め線の南では、南交換高線が急行線に合流して3線になって、勾配線を上り、 リトマスアベニュー駅の手前で、高架線になる。チャーチアベニュー駅は、テレビドラマや映画で、地下鉄での銃撃戦シーンの撮影によく使われる。これは、長いメザニンが、撮影準備をするのに都合がよく、使われていない、急行線に舞台となる車両を置くことができるので、通常営業に影響が出ないためである。1949年12月28日に、 ニュージーランドの陸上選手、ジャック・ラブロックが妻に体調不良を訴えた後に線路に転落し、入線してきた列車にひかれて亡くなっている。ありがとうございます。